まずコラーゲンはピンクの光で数分間入ったんですけど、とても体がポカポカ、指先まで温まる感じがしました。で、光自体は全体に広がってるんですけど、目にはゴーグルをかけるので眩しいということはありませんでした。すごい中から通されてる感じがします。で、インナーマッスルに働きかけてくれるっていうことだったので、筋トレしてる方とかダイエットしてる方には自分で手の届かないところの筋肉まできちんとケアできるのでいいと思います。寝てるだけで体がまず横に揺れて、足も上下に動いて、で寝ているだけで運動ができるのはとてもすごいなと思いました。そして疲れはないんですけど、終わった後にじんわり汗をかいてくる感じがしたので、全然疲れてないのにきちんと運動できているんだなと実感できました。ヒノキの木くずがとても柔らかいので、上に乗っかってても全然重く感じなくて、とても体が包まれる感じでした。で、体にすごくやっぱ柔らかいのでフィットするので、なんかずっと20分30分横になっていても体が全然疲れなかったです。で、表面木くず触ると暖かくないんですけど、中に体を入れると自然の力で温まるようなので、とてもすごいなと感じました。で、じんわり汗が出てくる感じで、今も手足が先ほどまでは冷えてたんですけど、今はすごい温まっています。交差パックとドラパックやったんですけど、あと洗い流した時に鼻のちょっと毛穴の汚れちょっとボコボコしていたのがほんとつるっとなって、今ちょっとお化粧直ししたんですけど、でもなんかノリが良くって